眼科医の平松です。今日は緑内障の未来の治療についてお話しようと思います。今って眼圧を下げる治療ばっかり言われてて、治らないとか、進行が止まらないとか、いろいろ言われるじゃないですか。でもって眼圧って言われる割に眼圧が原因のすべてじゃないって言われて、なんかこれで治療いいのかなって思うわけですよね。でこれって実は医者も思ってて、いや眼圧って言うけど、分かってるよと。確かにね、データが多いのは緑内障の眼圧であることは分かってるけど、だって他だってあるじゃんっていうふうには医者も思っています。ある程度の医者もね。ってなると、じゃあ今どういうものが眼圧以外の治療因子として注目を浴びていて、今それのアプローチっていうのはどういうふうに進んでいるのかっていうふうにお話ししようと思います。それ以外に本当の意味で緑内障を治す iPS とか、再生医療とか遺伝子治療とか、はたまたちょっと弱くなっても見えるようにするようなゴーグルとか、そっち系の話っていうのはまた別の動画で詳しくお話していますので、そっちの話はそっちでお話しして、その前の段階として、そもそも眼圧以外に何があって、何が注目されて、今後どんなような治療が期待できるのとか、今までどんな治療があったのっていうこともちょっと詳しめにお話しようかなと思います。なかったらごめんなさいということなんですが、まず1個目、一番ねよく言われることとして血流ってことがあります。血流ってね、正直ね使いやすい言葉なんですよね。なんか血液がサラサラになるとか、なんか血の巡りがいいっていうと、なんとなくいいイメージがあるっていうのは、なんか皆さんも伝わると思いますし、血流が悪いと緑内障が悪いってこともなんとなく分かっています。なんとなくってどういうことかっていうと、ドップラーって言ってですね、超音波で血流を見るっていうような検査なんですよ。要は血ってビュンビュンビュンって流れてるわけじゃないですか。この流れっていうのをこう速度で見るわけですね。いわゆるこう、車とかのオービスとか、ああいうのとか、スピード取り締まりのやつも、この超音波で見てるわけですよ。ドップラーで見てるわけですけど、同じ感じで、要は、血流のスピード取り締まり違反みたいな、そんな感じで、別に速くていいんですけどね、そのスピードを見るっていう機会があるんですよ。で、それでやっていって、このお薬を使うと、このぐらい血流スピードが速くなるとか、いや、この人もともと血流スピード結構悪いとか、そういうのが分かる検査っていうのがあるんですね。で、それは結構昔から ある検査で、ドップラーって、なんていうかな、心臓の血流とかも見る検査なんで、結構、それこそ昭和は厳しいけど、平成の頃から普通にある検査なんですよ。で、それでやって、血流が良くなる薬っていうのも今、いくつか出てきてます。で、例えば、目薬の一種である、アイファロンとか地形もそういうのが良くなるんじゃないかとも言われていますし、エンドセリンって言って、なんていうかな、エンドセリン1とかって言うんですけど、いわゆるこう、血流を良くするような、薬っていうのも、いくつか、候補薬として上がってきてるっていうのが今現状としてあります。ただ、現状ちょっと、なんていうかな、そういうのを保険だったりとか、患者さんに使うのに OK っていうのに通すのって、ちょっと面倒くさいんですよ。一層試験って言って、そういうお薬が、本当に大丈夫かどうかっていうのを、まず動物実験するじゃないですか。で、人体の何の異常もない人に使って、で、その後に、異常がある緑内障の人に使ってって、で、効果を見るんですけど、難しいのは、眼圧も下げるお薬って、例えば、新しいお薬できました。眼圧が下がった。この時点で、証明 OK なんですよ。例えば、視野が悪化してるかどうかって見なくていいんですね。これ何を言いたいかっていうと、眼圧って日々変動するし、簡単に下がるじゃないですか。だから結果がすぐ出るんですよ。でも血流を良くして視野の悪化を止めるとか、視野を良くするとかっていう薬が、仮にじゃあ A 薬で出たとしましょう。エンドセリンの薬が 出たとしましょうよ。で、効果を見るのには視野を見なきゃいけないんですよ。ってことは、あなたの視野を見て1年、2年、3年、4年と見てって視野が悪くならないことを証明しなきゃいけない。で、かつこういうのってその薬を使った患者さんとそうでない患者さんに分けなきゃいけないんですよね。そしてそのことを自分は知らない。つまり、なんか目薬刺すじゃないですか。この目薬、単なる塩水かもしれないし、その血流を良くするお薬が入ってるかもしれないっていうのを刺すんですよ。でもって、さてどうかなっていうのを年単位で見なきゃいけないので、結構、結果が出づらいですよね。で、なんていうかな。止める治療がメインだったりするじゃないですか。ってなると、もともと頑張って治療してると、あんまり視野悪化してない患者さんが対象になっちゃうと、
そもそもこんなお薬しなくても止まってるよねって人を対象にしたらダメじゃないですか。ってなると、対象の患者さんも少なければ、参加してくれる患者さんも少なければ、結構厳しいんですよね。でもって、爆発的に、じゃあ製薬会社が、まあ、これは儲かるってやるかっていうと、じゃあ、だったら開発下がるお薬作った方が便利だよねっていうふうに、やっぱ製薬会社って考えるもんなんですよね。要は、向こうさんはどうしても我々と違って、儲けがメインなんですよ。医者っていうのは、まあ正直普通に働いてれば普通に生きていけるよね、みたいな、そんな世界なんで、あんまり儲けとか、まあどうでもいいって感じになってくるんですけど、結構製薬会社さんは、そういうの、あ、まあ、なんていうかな、儲けが第一になっちゃうっていうところがあるので、そういう薬の開発は結構遅々として進まない。医者主導で、医者がお金出しての研究がちょぼちょぼ進んでるみたいな、そんなのが現状です。で、これいけそうだってなったら、ある製薬会社が急にそういうのを買って、突然進むみたいなのが、まあまあよくあるケースなんですけど、まあそんな感じになってくるかなっていうのが、血流っていうことですね。で、もう一点、血流は今までドップラーっていうので測ってて、これは結構難しかったんですよ。何かっていうと、検査者、つまりどうやって測るかによって、スピードって変わるんですよ。どういうことかっていうと、こう、ドップラー効果ってちょっと難しいんですけど、要は、動いてくる物体があるじゃないですか。そこにピーンとこう、超音波みたいなのが当てて、跳ね返ってくるスピードで、こう、見てくるんですよね。こうやって戻ってきた、もう一回当たって戻ってきた、この、なんていうか、差を見てやるんですけど、横には当たるのと、縦に当たるのだと、スピードが違く測定されちゃうんですよ。だからよく、オービスとかがあるときに、オービスの方向に向かって、例えば、追い越し車線からオービスの方に向かって、追い越しじゃない方に行くと余計スピードね、アップして見えるとかっていうデータがあるんですけど、まあ、そんな感じになっちゃうんで、要は、検査車がうまくいかないとダメってなっちゃって、で、今、それに対応して、まあ、OCT 暗記って言って、血流を見る暗記グラフィーっていうのが、まあ、だんだん出てきて、まあ、これはね、最近の研究なので、まあ、そういうのがもうちょっと一般化してくると、より測定しやすくなってくるので、多分、この血流のお薬は最初は、眼圧を下げるお薬に、ついでに血流も結構下げますねっていうお薬がガンガン出てくると思います。で、そうして、なんていうか、そうすると、なんていうか、製薬会社さんが作りやすいんですよ。早く承認を得やすい。そういうお薬がいくつか出てくると、結果として血流が良い方が同じ眼圧加工効果でも視野の悪化を食い止められるよねってデータが出てくるんですよ。まあ、実際ちょぼちょぼ出てきてるんですね、もうすでに。うん、で、それを元にして、よし、じゃあ、眼圧を下げる効果はないんだけど、血流を良くするお薬をバシンといきましょうと。要は、眼圧を下げて、かつ血流も良くするお薬って、まあ、都合良すぎて、なかなかそんな薬ないわけですよ。どちらかっていうと、血流を良くするけど、眼圧を下げないとか、ね、眼圧は下げるけど、血流を良くしないとか、っていうことの方が、まあ、多いわけですよね。まあ、そう考えると、まあ、そういう、眼圧も下げて血流も良くするお薬を使って、まあ、後々、いいお薬に変えていくみたいな、そんな感じの流れになるかなっていうのがあります。で、次、2点目。話長くてごめんなさい。流れを言わないとちょっとわかりにくいと思うんで、2個目は視神経を強くするってことですね。結局、どんなに眼圧を下げたりとか血流良くしたりしても、神経が強くないとダメなんですよ。神経が強いと眼圧30とかでも全然大丈夫ですし、神経が弱いと眼圧10とかそんなんでも全然ダメになっちゃうわけですね。ってことは神経強くしたいと。神経強くするにはどうすればいいか。で、これもいくつかの解が今出ていて、一つ目の解としては、まあ、遺伝子治療的な感じで、まあ、神経のところに入れてあげて、まあ、弱くなる因子っていうのが遺伝子的にあるわけですよね。まあ、それをちょっと改変してあげて、とか改変した細胞を入れてあげることによってダメージを受けにくくしましょうっていうのが一つの解ですね。で、二つ目の方法は神経を強くするようなお薬を使いましょうっていうものになります。ただ、神経に作用するお薬ってなかなか、効果が出づらいっていうのは、まあ、実感としてというかな、データとしてあるので、ちょっとこれはね、なかなかちょっと苦労するかなっていうイメージになります。で、三つ目は、神経自体に何らかの細胞を移植しちゃうという感じですね。で、もって強くしちゃうみたいな感じで、まあ、だから一番目と三番目はまあまあ有力なんだけど、ちょっと激しい治療。で、二番目の治療がそこまで有力じゃないんだけれども、マイルドでみんなが取り組みやすい治療になってくるかなと思います。なので、まず最初は一番目、三番目が出てきて、なんていうか、先進的な人とか、ガンガンやるぜっていう医者と、ガンガンやるぜっていう患者さんがそういうのを受けて、それを見てって、それがちょっと発展するんじゃないですか。
で、その後に神経を強くするようなマイルドなお薬が、まあ、一般の方に使えるようになってくるっていう流れに、まあ、なるかなって感じだと思います。もちろんこれは未来なんでね、流れはその世の中の流れによって変わってくると思いますけど、まあ、そんな感じで神経を強くするっていうのがあると思います。で、三つ目、視野の回復というかな、死にかけた細胞を回復するような治療になります。で、完全に死んで、もう全く失明した状態の人を戻すっていうのは、これはもう網膜チップとか、そういう感じになっちゃって、なかなか厳しいかなって思います。ただし、死にかけている細胞に関して言うと、結構良くなる可能性はあるんですよ。例えばですね、眼圧結構高くて視野が悪い人の緑内障手術とか、何らかの治療でガーンと眼圧下げるじゃないですか。そうすると、欠けてた視野が戻ってくることってあるんですよ。これ何かっていうと、完全に細胞が死んでたと勝手に思ってたけど、眼圧が高くて仮死状態というかな、まあ、半分死にかけてた細胞がいて、それを戻してくれるみたいな、そんな感じなんですよ。まあ、そんな感じで、もちろん眼圧が高くてそうなってれば、それは下げればいいじゃないですか。それは今まで通りの治療でよくて、そうじゃなくて、仮死状態、まあ、細胞外液とかそういうのの、まあ、細胞死っていうのメカニズムっていうのがあって、まあ、いろんなこう化学物質が出てきて神経の細胞って死んでいくんですよ。の死にかけた細胞のところが死なないように化学物質を除去してあげるだとか、まあ、そういうカルシウム酸でとか、まあ、いろんなそういうのに作用するチャンネルっていうのがあって、そこをまあ遮断してあげたりとか、そこのサポーターみたいな物質を入れてあげるっていうような方法が、まあ、一つの方法としてあるかなっていう感じだと思います。正直ちょっと目薬だと厳しそうで、まあ、注射とか、まあ、そっち系になるのかなっていうのが僕の予想、あくまで僕の予想ですけど、まあ、そっち系になりそうなイメージかなって思います。で、これが出てくると何がいいかっていうと、まあ、ある程度細胞が死にかけたら、ブシュッと注射して、かけてきた視野がちょっと戻ってきてみたいな、まあ、そんな感じの治療っていうのが、まあ、将来的に、まあ、可能になる可能性があるかなっていうふうに思っています。もちろんそれが、まあ、現実的に皆さんに使えるようになってくるとか、まあ、はたまた日本じゃ無理だけど、ある国だとこれいけそうですとかってなったら、もちろんこのチャンネルでアップしてきますんで、まあ、チャンネル登録っていうのをしといていただいて、なんかベルのマークがあるらしいんですよ。で、これを押しとくと、日々日々出てきますんで、関係ないやって動画を無視して結構なので、まあ、そういう動画を見たら、ああ、やっと出てきたなみたいな感じで見ていただければと思います。結構ね、日々新しい治療って出てきてるんですよ。ただなかなかね、紹介するのもね、マニアックスなのと、これ紹介するには早いかなっていうのもあったりするので、まあ、ちょぼちょぼ紹介していければと思います。まあ、今後ともよろしくお願いします。